外野とは、野球やソフトボールでは、内野以外のフェアゾーン、ドッジボールでは、内野の区域外のスペースを言う。また、部外者、仲間外れ、関係者、当事者でないなどという意味の俗語にもなっている。公認野球規則による厳密な定義は、内野以外のフェアゾーンのみであるが、一般的には、ファウルゾーンを含んで、天然芝球場における内野の外側にある土の部分を含まないと、 解釈されていることが多い。なおこの境界線は、公認野球規則で図書はされているが特に決まっている、ラインではなく、各球場で自由に決められるラインである。また外野では、インフィールドフライが適用外であるとも思われているが、あくまで内野手が普通の守備行為をすれば補給できるフライに適用されるため、内外野どちらに落ちるかは関係ない。現中で、 芝生の境界線やベースラインは関係ないと明示されている。フェンウェイパーク。フェンス際の土の領域が、ウォーニングゾーン。フェンスの手前数メートルの領域には、外野手が打球を追いながら交代する場合に、目で見なくても足元の感触でフェンスまで近いかどうかが、わかるよう、芝がなくなっていたりラインが引かれていたりする。その領域は、ウォーニングゾーンもしくはウォーニングトラックという。 日本ではゾーンと呼ばれることが多い。ウォーニングゾーンの設置は公認野球規則では義務付けられていないが、日本ではほとんどの球場でウォーニングゾーンが設けられている。その距離も球場によりまちまちだが、おおむね外野フェンスから3から5メートルをウォーニングゾーンとしている。また、楽天生命パーク、宮城や福井フェニックススタジアムは外野は天然芝なのに対し、 ウォーニングゾーンは人工芝という珍しい球場である。走者が打球判断を誤り、外野手からの返球により、ホースアウトとなった場合や、類の空すぎにより、進類義務のある類で、走者や打者走者がアピールアウトになった場合は打者に、外野ゴロが記録される。これ以外にも、右翼手からの非常に速い返球で打者が一塁で、アウトになる、ライトゴロは、 プロ野球でも何度か記録されている。プロ野球においては、レフトゴロで打者が一塁で刺されたことはないが、レフトゴロ本塁併殺という記録がある。詳細はゴロチ記録を参照のこと。東京六大学野球で、大沢啓治が左翼士を務めていた時に、打者走者を一塁到達前に刺したことによる、レフトゴロを成立させたと言われている。以下は、 日本ドッジボール協会の公式ルールに基づく。区域は内野の外側でセンターラインに近い場所は含まれない。ゲームの最初に任意の人数が配置される。ボールが当てられても外に出ることはなく内野にいる相手チームの人を当てると内野に復帰できる。ただしスーパードッジボールルールでは内野にいる相手チームの人を当てても内野に復帰できない。外野ハリウッドの映画。 ありがとうございます。